して、はい。じゃあ問題あけば、まず挨拶から。はい。どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間、作業枠の部ですが、はい。作業枠でやらなきゃいけないゲームは、まあ、本当は焼きつくなんですが、まあ、焼きつか、土日はね、7時からやりますんで。ということで、久しぶりに、はい。スーパーファミコン版の、スーパーロボット対戦 EX の、改造禁止縛りの攻略プレイやっていきます。はい。題して、スパロボ EX、底辺の金なし攻略、まさきの書の今日第10話からだと思いますので、よろしくお願いします。まあ、久しぶりにね、スパロボ EX 。前回いつやったかは、僕も定かではないですが、やっていきましょう。はい。第9話のオート潜入クリアからのデータですね。うん、まあね、焼きつくとかね、ギネに比べたらスパロボは、まあ比較的緩いでしょうか。まあ改造禁止でどれぐらいいけるかまあわかりませんが、なんとかやっていきましょう。ということで、はい。なあ、まさきさん、そのフェイルロードって王子さんのこともうちょっと教えてもらえないかな。うん、そうだな。いくら君と一緒に行動するとはいえ、その王子がどんな人物かわからないと不安はある。まあ、会ってみりゃわかると思うけどな。悪い人じゃねえよ。真面目だし、第一王位継承者にしては選ぶったところがねえしな。いい方よ。この世界の行く末本気で憂いていらっしゃるわ。この間も話した通り、現在ラングランはカークス将軍の台頭のせいで、本来一つにまとまるべきはずが分裂してしまってる。大国ラングランのおかげで世界のバランスが取れていたのに、この戦乱でシテドニアスが強大になったの。シテドニアス連合の、ゾラウシャルド大統領は超高派手なバッグに軍事 複合企業トリニティがついてやがる。このままじゃラギアス全土に戦乱に巻き込まれるのは目に見えてる。そうならないうちにフェイル王子のもとにラングランを急いで再統一し、シテドニアスの力を急いでおく必要があるの。なるほどね。戦争で迷惑するのは普通の人たちだけだもんな。まもなくバニアン市に入るよ。チュッティ様、フェイルロード殿下から緊急通信です。チュッティ、急いでくれ。敵の奇襲を受けた。奇襲？わかりました。直ちに。いや、君たちはこちらでなくバナン市の南にある敵の本体を狙ってくれ。なるほど。本体を叩けば自然と奇襲部隊も消滅しますわね。わかりました。まさき、用意はいい？いつでもいいぜ。はい、ということで、第10話、大義のもとにやっていきましょう。よろしくお願いします。またあれか、移動要塞か。12機か。あ、ちょっとあれかな。もしかして。2、4、ローヤーと11、13機。どうしような。ゴーシャグはスポットないですよね、もうまあ。1、2、3、4、5、7、あと、1機だけ省くの。はい。どうも、前期さん。はい、どうもいらっしゃいませ。はい。スーパーファミコン版のスーパーロボット対戦 EX の、はい、改造禁止縛りで。ただいま、スパロボダメでスプレイしながら見てます。ダメでスプレイ ?DD って、DD って何ですか？あれでしたっけ？あれ、最近出たスマホのやつでしたっけ？奇襲か、参ったな、ほんま。関西弁奇襲のためのチャンネル。邪魔させないらっしゃい。テストプレイだか、あれでしたっけね、うん、なんでこの時間に飲みすぎてんの、意味がわかんないね。いくら土曜でね、休日だからって。そうそう。ね、この間見ましたね。奇襲か、参ったな。馬娘延期ってどういうことだよ。うん、どういうこと？何？馬娘延期って？はい、どうも。ポテさんいらっしゃい。何？馬娘って何？アニメでしょ、あれ。延期って何が？
撤収か。まいったな、ほんま。奇襲のためのジャミングが当たりになってしもうたな、こいつは。敵にもなかなかの知恵者がおるな。せやけど、フェイル軍にはまだこんだけの戦力が残っとったとはな。ジェスカ将軍、敵には魔装騎士がいます。ほうほう、で、騎士は馬娘のアプリ2018年冬に配信のが時期未定になった。ああ、アプリか。スマホか、それも。やっぱ今、ゲームをスマホなんですかね。僕、スマホ持ってないんですけど。2018年、なんで、で、昨日の兄様特番で馬娘の登場のところで自分を思いっきり映ってた。そうなの。あら、まあ、すごいね。じゃあ、後で、ちょっと、その、兄様特番、ちょっと、調べてみよう。サイバースターとガテスです。あちゃ、手強いや相手やな。しゃあない、あれを出そうか。わらわら。ほんと？しかし、あれは、あれ何？かまへん、責任はわしが取るわ。5分で準備しといて、大主装備や。わしが乗り込んであるわ。これが敵の本体なの？意外と数が少ないみたいだけど。どっかに部隊を隠しているのも考えられるわね。増援来るってこと？どっちにせよ今のうちにやっちまえば問題ないだろう。その通り、行くぜ。これ動画が立てる。今の会話絶対増援来るじゃないですか。使えばパソコンでスマホゲームできるんじゃ。そうなの？ PC ってできるんだ。でもまあスマホゲームね、ただじゃないからね。ただならね、そりゃありがたいんですが。ノックスって意味で大抵できるよ。ノックスって意味で、へぇ。まあ今僕ね、ニコ生配信始めてるから、やる余裕ないでしょうけど。いや、ちょっと待って。そうなんだ、今、じゃあスマホがなくても、スマホのゲームをやろうと思えばできるんですか。サガ2、はい、今日の10時からですね。うん。ほう。うん。まあ一応、ね、主人公モンスターにして、まあ肉、ね、ひたすら、とりあえず、肉は絶対食うって縛りで。モンスターで肉全部食べるだっけ？これでスマホゲームの実況できるな。まあそうですね。ただスマホゲームでも僕お金ないですからね。そこを前提にしてあのリクエストするのは別にその構いませんけど。全部のモンスターの肉食べるんでしょ。そういうことなの？全部のモンスター、それはそれでクリア時間かかっちゃうね。大丈夫？うん、いやダメじゃないね、それ別に。そうなの。お残しは飽きまへん。いやいや、お残しは出てきた肉はね、ちゃんと食べますけど。何もわざわざね、そんな全部のね、モンスターから肉ドロップ狙うとか、そこまでしなくてもいいんじゃないかな。いいな、これ一応モンスター4人縛り。あらさんでしょ。いや、そこまでガチでやる気は、はい、ありません。あくまでいつも縛りプレイしてるのに課金なんかいらんやろ、はい、いや、わかんない。ただそのスマホゲームです。モンスター縛りきついんじゃないの？モンスター縛りクリアできるの？僕でもそのクリアできる可能性があるな、そりゃ。まあ、考えてもいいですけど。できるの結構難しいんじゃないの？そんな、僕みたいなね、そんな、素人プレイヤーまたそれでね、なんかね、ガチ勢が来て、お前がなんでそんなね、難しい芝居、お前ね、自分の力量考えるみたいなこと言われて。初めて X の枠見たけど、ね、今までいつやってたんや？え？はい、どうも24個目さんいらっしゃいませ。今まで、いや、やってたのはこの時間帯ですよ。ただまあ基本的に平日ですかね、やってたの。まあ2週間ぐらい結構空いてましたけど、そういう縛りプレイはいいですから。
ねえ、サガズだって結構ガチで。サガミって難しいの？あ、いや、簡単ではないでしょ。変わり映えしない自然と FF8 ばっかりで俺はこっちが見たいぞ。あ、そうですか。変わり映え。まあそうですけど。まあそういう意味じゃ、まあ久しぶりではありますが。ただちょっと現状だとチャット枠なんで一生懸命考えてね、あれどうにか攻略しようとしてんのに、そんな、まあ別にチャットするようがしまいがね、別にとやかく言うつもりはありませんが、おいてよ、これの縛りにマップ兵器使わない縛りしてないのかよ。だってお金改造禁止ですもん、いいじゃないですか。だいたい僕一応これ初見プレイですからね、うん、あの本当に、しかも攻略とか全然調べてないから。自分で言ってなかったっけ、うん、あ、え、何、しかも何、え、ウラキが見ろ、ガト、ロンドベルのみんなだ。精神コマンドも禁止ね。嫌です。初見プロなんでね、そんな、あの、む、ね、そこまで厳しい芝居やりませんよ。承知している。ようやくたどり着いたな。いや、だから、この後、あの、ね、だって、竜の勝利は、ね、衆の勝もね、改造禁止でやりますから、承知している。ようやくたどり着いたな。GP01 と02ってことは、コートガトーか、助けに来たぞ、みんな。助けに来たっていう。旬の旬は旬使わない縛りだな。そうなの？それはきついんじゃないの？ネオグランゾン使わないっていうのはあれですけど。あらあら、元気がいいわね、さっきまで。こっちが助けて欲しかったぐらいなのに。いいじゃないか、気分の問題なんだよ。かつての義理もあるゆえ、好き立ちさせていただく。んー、やっぱりガトーって決めるわね。乗り換えようかしら。おい、ニラ。冗談やこ、あなたもかっこいいわ、時にはね。何イチャついてやがる。まあいいや、とにかく助かったぜ。任せていただこう。出たガンダム三大悪女にな。女性ボイスだけ高音になるのなんてなん。なんでなんでしょうね。さす三大悪女。ね、さ、原作だとそこまで悪女でもないような気もしたんですが。これじゃあ助けに来たってか。その高音ボイス割とマジでキエムなんだけど。キエム、じゃあ聞かないようにマイクミュートにすればいいんじゃないですか。なんで、プラズマリーダー？俺が体を定位は困るんだよ。いいじゃないですか。プラズマリーダーなの？なんでアトミックバズーカじゃないの？なんでプラズマリーダーを GP02 が。よくわかんないですね、マップ平均。なんでバズーカが。パーツ拾えよ、ね、助けに来た。アトミックバズーカなんて帝王には贅沢だからな。贅沢なの？贅沢って問題でもないと思うんですが。27か、まあ、バイオット的にはあれですけど、ちなみにこれスフク版、はい、スーパー版です。さて、グラムドじゃあパーツはなしか。ゼロ2のライフル強ない？まあ確かに。どんぐらいしたっけ？ライフル、ああ確かにちょっと強いですね、射程。ねえ、普通のライフルだったような気もしたんですが、そう考えたらね、こっちのゼロ1の方がね、圧倒的に武装も乗ってる人も完全にいじったんですかね。まあいいや。1.5 倍違って射程まで違う。なんでしょうね、この違いは。23。
ちまちまやっていきましょう。確かスフクバンって最大ダメージ9999なんだよな。そうなんですか、そんな上限あるんだ。へえ。まあでもね、第3次だから、第3次だって最大ダメージってね、多分1万いかないでしょ。そう考えたら、そっか、9999が最大ってことは。人工知能が叫び声上げるってどういうことなの？叫び声ではないんじゃないですかね。じゃあ第4次から数値が、数値的にはインフレしたってことですかね。第4次だったね、多分ね、武器によっては。昔ネオグランゾンで検証した記憶がある。おお、なるほど。ハードディスクがガタガタに揺れまくってる音。ハードディスクなんだ。ね、今ならね、別に USB、ね、メモリーとかでも全然対応できそうですが、まあ、おお、届く、さすが。あ、この時代はフロッピーディスクか。フロッピーか、確かに。フロッピーとか懐かしいですね。テープかもしれん。昔はね、メモリーが足りないからってね、パソコン起動するためのね、起動ディスクとかっつってね、フロッピーに。帝王星に USB メモリー挿す遊びまだやってたの。ね、そんな遊びありませんよ。懐かしいですね。自動のが低かったか。なんで帝王がそんなこと知ってるの？何？さあ、別に知ってちゃダメなの。いいじゃないですか。ライトニングケーブル刺すとしびれるらしいぜ。何？どこに？そんなことするわけないでしょ。いや、ライトニング。うん。知りません、そんな。そう考えて本当ね、20年ぐらい前までね、まだフロッピーが現役だったのにね、今はね SD カードやらないやらだってあるし、本当変わりましたよね。フロッピーから CD になって DVD になって。使ってたの？何フロッピー。うん、使ってた時もありましたよ。え、スドカード挿してたのか。え？いや、違いますよ。その挿す方じゃなくて。あんなもん挿せる人いるんですか。カセットテープでパソコンのゲームやってた世代でしょ。いや、そこまで古くはない。さすがに、カセットテープって、いや、わかんないね。入れたら取るのきつくない？いや、だから入れてませんよ。やめてください、そういうの。こっちは？射程短い。こっちがちょっと長いんですよね、このウルトラマンもどきが8。入れたら手が届かないから取れないでしょ。だと、さあ、1、2、3、4、5、そう。ね、入れたら手が届かないってことは、逆に言えばその入れることだって無理じゃないんですかって なっちゃないの。身と一緒に出すしか。いや、うん、どうなんですか、その出すことが無理っていうならね、入れるのは手が届かなくてもできるでしょ。そうなの。あ、まあそうか、かもしれませんが、どうしよう。ちょっとなんか山のあれが見づらいですね。こんばんはです。
はい、どうも、63号室さんいらっしゃいませ。スパロボ EX の、まあ、第10話やってますね。まあよければ、はい、ご視聴ください。ギラ動画もバーニーが全然育ってないんですね。わかった。わざと入れて取れなくして、病院で美人の看護婦さんに取ってもらおうという壮大な計画か。そんな金すらありません。帝王が一番初めに買ったパソコンって何？プクマイナス 98？ もともと買ったのでね、親がね、仕事で使えるようにするためって買ったのがね、確か PC98 でしたかね。まあ、親はね、パソコンとかね、全然ね、もう無知だったから、うん、ああよかった、ちょうど、うん、あれで。帝王がいくつの頃？小学生？内緒金持ちやんけ。わしパソコンマイナス88持ってた。え、88？ いや、もう88じゃないですね。親が買ったのが PC98 だったんですけど、でも、いや、パスね、機械音痴だからね、テレビですらね、ろくに使えないぐらいですから。98って98年に出たの？違います。スーパー系雑魚に当てられる受動手。ねえ、しかもクリッターし。使えないのに買ったのか。いや、使えないからパソコン覚えようとして買ったんですけど、うん、買ったらしいですが、うん、全然使わずしまいでまあその後僕がエロ持ってきて。プレステ4は持ってるんですか？うん、一応ありますよ。使いね、パソコン覚えて。さて、どうしようか。こいつもあれだし。6、2、3、4、5。その頃から夜11時にパソコンに張り付いてたの？なんで夜11時って、何？いや、だってもね、何？テレ放題のこと？まだそんなね、インターネットが荒れする前ですからね、覚えたっていうか。テレ放題って何ですか？え？知らない人もい、まあ、いますよね、普通に。まああれですよね、昔はだからね、ほら、インターネットもね、要するにダイヤル回線ね、利用してたわけですから、そのいわゆる、まあ重量性ってやつですからね、ね、ネットつなげてる時間がそのままね、電話台に上乗せでしたから。わらわらほ、わらわらお、わらわらが、わらわらい、わらわら。だからそのテレ放題ってプランがね、夜から朝の時間帯に関してはね、定額で、うん、とにかく、うん、ただ一定額でね、使い放題だったからね、ネットやってた人はね、その時間で。帝王のドリル何のことですか？76個目さんいらっしゃいね、懐かしい。まあだからね、当時ね、まあね、ダイヤル回線があって、まあ ISDN ってね、まあ要するにそのまあ定額っていうか、いつの頃？教えませんね、ありましたけど、まあ僕は ISDN はやりませんでしたが。テレホタイムでネットしてたの？うん、やってましたよ昔。ISDN はじめちゃん音符ね、ISDN はスルーしたんですが、なんか ADSL がねすごい。いや、あれがすごい早かったんですよね。だから、ね、
と、そこから変えた時はもうびっくりしました。早い早い早いって、うん、ね、当時だってね、だいね、ね、56キロだからね、BPS ね、56キロですよ。定額使い放題3480円とかだしな。そうそうだ、すごいもうかね、こんなに、こすごいすごいね、うん、ね、IT ね、IT カップ何キロ、うん、僕は180キロです、うん、だから、うん、すごい嬉しかったですよね。ネットがね、いつもやり放題で、180キロはさすがに嘘っぽいから、もっとリアルな数字にしよう。じゃあ どのくらいの2人リアルなんですか。ネットとの専用回線引いてたんでしょ。専用回線そんな金あるわけないでしょ。100回なリアルな数字、じゃあ どれくらいだったらリアルなんですか。その 129.3kg。 何その、なんか妙に、なんか普通本当にね、なんか123kg って何、ドラえもんでしたっけ、違ったっけ。ドラえもんが 123kg でしたっけ。ねえ、ドラえもんの体重だよ。怒り、うむ、当たり。ドラえもんか。じゃあ僕はこれからドラえもんってことで小手半変えてデブエモンしましょうか。デブエモンで体重123キロって設定で、それならいいかな。ついでに身長 129.3cm、 脅威 129.3cm、 誕生日2112年9月3日。映像出てないけど、こっちの環境のせい？え？わかんないっす。他の人で映像出てないですか？完全なるドラム艦体系、うん、ね、帝王のせいだよ。いや、そんな勝手に決めつけないで。なんで僕のせいなの本当に、ね、映像出てるよ。出てる。帝王の野望やな。大丈夫ならいいんですが。帝王の野望。帝王ハッキング中。してませんよ。映像出てたわ、こっちの勘違い、ごめんね。あーね、びっくりした。根性、幸運があんのか。ただ怖いか。でもここしかないか。おー、いつの間にか始まってた。わこ。はい、どうもや、かつお節さん、いらっしゃい。うん、まあ、久しぶりにスパロボ EX やってますが、うん、なんか今、なんか久しぶりにやると、なんか、ちょっと、なんかね、ちまちました削りが多いというか、うん、いやね、まだ、まさきのショーだからね。コンプリートボックス版かと思った。あー、どうも、98コメさん、いらっしゃいませ。一応、まあ、コンプリートボックス版もありますから、まあ、うん、いずれはね、やってみてもいいですね。うん、まあ、どうせやるならね、スパロボシリーズ順番にやろうかなって思ってんで、まあ、EX 終わったら次は第4次ですかね。うん、ね、EX ね、これが EX ですから。そしていくと、X ってスーファミ？ EX はスーパーファミコンですね。さ、うん、
ユウネとシュウのショーもやるんですよね。まあ一応、はい、100人コンサーいらっしゃいます。はい、順番にやっていくつもりではありますけども。 T もスーファミ T はプレステ4じゃないですか。プレステ4とスイッチでしたっけ。ただ僕はお金がないから、やりたくても買えないんで、僕は昔のスパロボで我慢します。さてと、7、どこ？帝王もプレステ4買いなよ。え、プレステ4あるんですよ。プレステ4は、はい、持ってますけど、ソフトかお金がないんです。我慢しなくていいよ。我慢したくないんですがね、確かに、精神的にも。ただお金が、お金はね、我慢してどうにかなるもんじゃないですからね。なんかないですかね。じゃあソフト買おう。お金がないって。お金を誰か工面してください。僕のために。パパとママにクリスマスプレゼントおねだりしなよ。おねだりっつったって。クリスマスプレゼントもね、おねだりする年でもないし。だいたいあれ3月発売なのに、ね。お年玉もらってるんでしょ、それで買いなよ。もらってませんよ。だからお金がないんですよ。お年玉もらえるんだったらね、そりゃ苦労しませんよ。まずいな。ちょっと今日雑ですね。毎朝スチール缶とアルミ缶集めてお金に換金しよう。お金になるの？いや、なるかもしれませんけど、そのお金もないんですよ。とにかく、誰か僕に恵んで。いやー、どうしよう。ニートって正月とかどう過ごしてるの？お金がないから、だからね、ゴロゴロしてますよ。これまずいな、児童が。あ、どこじゃあるか。どう？スイッチは持ってるんですか？ありますよ。もう体売っちゃう？体売っちゃうの？もう売っちゃうの？売っちゃうの？体を。嫌だな。帝王油乗ってるからな。スイッチでスマブラやって。臓器売るといい値段するみたいですよ。帝王油の食ってないからグラム単価安いよ。ね、お肉とか売れればいいんですけどね、自分の。スマブラもね、まあ、いや、スマブラやる気ないけど、スマブラもお金ないから買えないし。なんでお金ないのにね、プレステとスイッチ持ってんのって、まあ、突っ込まれそうですけど。嫌ですよ。誰がするもん。なんかすごい今日適当ですね。かなり雑にやってるというか。手を打って走れるの？え？一応50メートルぐらいは、50メートル、30メートルぐらいなら走れますよ、今でも。すげえ。すごいでしょ。おう、来たな。お、避けた。1年間カニ漁船乗れば1000万くらいいけるけど、どうする？どうするも何も、乗るわけないでしょ。1000万ねえ、そんな無理無理。
カニ光線。何それが、あれカニ光線の話の内容なの。よく知らんけど。この間ね、カニ光線は文学だよって教えてもらいましたが、うん、おう、おもろい。ママに読み聞かせしてもらってこい。ねえ、いいですよ。これで裏木がなんかやられるオチが。ね、21% かわせ、あ、いや、かわした。意外としぶとい。ち。ってことで、まあ結構多いなぁ。なんかだんだん横着になってきたというか、面倒になってきたというか、ちゃんと育成したいっちゃしたいけど。まあしょうがない。ちまちま削っていきましょうか。わこ。はい、どうも、カタカタさんいらっしゃいますよ。はい。久しぶりにあのスパロボ EX やってます。改造禁止縛り。なんでこの枠2時間だけなの、はい、他は3時間撮ってるのに差別的対応じゃね、うん、いや差別っていうならそれを言うのはね、ドラクエなんか1時間半ですよ。これより短いですよね。まあ多分ね、だから、2時間枠だから、まあ多分ね、スパロボ、まあ多分ね、1日1話、1回1話が多分限界になるんじゃないですかね。微妙なんですよね、確かに。でも2時間だと、2話進めるにはちょっと、少ないかもだし。
1、2、3、4、5、6、7、帝王。はい、何でしょうか。双子座流星群見た？見てないです。だっていや、っていうか何、え、昨日だかあったの、あんまり、別にね、平たく言えばね、流れ星でしょう。そんな別に見なくたってね。ギャラクシアンエクスプロージョン。それは、うん、平たく言うなよ。いいじゃないですか、だってそうでしょ。ね、星見たって別にね、テレビとかはあんまり見ないんですか。見ないですね。願い事は？願い事、星で願い事が叶うなんてね、ないでしょ。はい、130コムさんいらっしゃいますよ。じゃあアップダウンある感じで言ってくれよ。ねえ、でもね、星ね、見る時間あれするぐらいだったね、なんか他に。もしかしたらそこに出会いがあるかもしれんやろ。ね、あ、な、ありませんよ。ね、こいつ何でしたっけ。レンファ聞いたことないね。射程8、ちょっと長いな、困ったな。自動え、皆さんじゃあ見たんですか、そのねえ、双子座流星群。たまにちょろちょろ流れ星あるだけだから結構しょぼいよね。あ、そうなんだ。そんな、まあそうでしょうね、所詮は。まあいいか、突っ込ませよ。いけ。何百とか何千の流れ星が同時にあるんじゃないよ。そんなもんなんだ。じゃあせいぜい、うん、じゃあなおさら別に見なくていいでしょ。うは流れ星を見るのではなく、県に来ているカップルを見る。カップル見てどうすんの。そんなもん余計に自分が卑屈になるだけじゃん。ねえ、自分だけはいつもね、ずっと一人見てっていう、そんなもん余計に鬱になっちゃうじゃない。こいつは、あ、こいつやばいやつです。3900のね、1、2、3、4、5、6、あ、ちょうどよかったわ。 こっちも1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、ちょっと下がって近づけましょう。まああとは打てるなら打っときましょう。落ちるかな。いやー、いいね。ギレンとかやってるとね、スパロバ楽でいいですよね、本当に。いや、ゲームなんてやっぱね、これぐらいのぬるさがちょうどいいんですよ。何もそんなね、ガチガチの。シミュレーションを好きならファイアーエムブレムとかはされないんですか？あー、いや、やりません。あの、僕、そのね、うん、シミュレーション好きですけど、うん、ガチなの、そんなの嫌です。ね、それこそ。ねえ、なんかファイアーエンブレムってガチ勢が来るんでしょ。ちょっとでもなんかね、やらかしたらね、ああこうってね、うだうだ言われんでしょ。嫌ですよ。ゲームなんかね、こうやって楽してね、まったり楽しむぐらいでね、ちょうどいいんですよ。うん、あれ、うん、これいつから始めたゲーム？マサモさんいらっしゃい。あんなもんクリティカルもあるからやらかして当然や。いや、これ結構結構前からやってたんですがね、ちょっとあの最近作業枠で
ここ基本的にあの作業が入ってます。ファイアーエンブレムってやられたらもう使えないんだっけ？僕やったことないからあれですけどね、多分ファイアーエンブレムってね、死んだキャラってもう使えないじゃないでしたっけ？一応復活させる方法はあるけど、うん、あ、そうなの？へえ、うん。お、何？魔装騎士ザムジードデリで？なんでザムジードって？お待ちください、守軍。まだザムジードの守護精霊の支配係数は75に達しておりません。って、そうなの？数は限られてる。70以上もありゃ十分やって。魔装騎士には魔装騎士をぶつけるしか方法あらへんねんからな。ザムジード。トロヤ弁のおっちゃん、トロヤなまりのおっさん来たな。ねえ、すごいな。ねえ、な、やつはザムジードを手に入れてやがったのか。ソニア、魔装騎士は魔装騎士に選ばれたパイロットでニャイと。ギアス、何、かっこ強制魔法でしょ。おそらくは。ザムジードの守護精霊は大地。なんていうのあれ、ホムラのギアスなのか。何その化け物は化け物をぶつけたよ、精神。いや、そんなもんじゃない。ね、ただし、ザムジードは意思に反して操られてるわけですから。ホムラも読めないのか、一応読んだでしょ。凄まじい苦痛を味わっているはずです。だってね、僕中卒ですから。ひどい。泣いてるよ、あのロボット。泣いてるって。ミオ、あなた、ザムジードの心がわかるの？間違いなさそうだな。ディアブロを乗りこなしたことといい、ザムジードの心を読んだことといい。ミオがザムジードに選ばれた？そんな、いえ、ダメよ。あの子にはまだ無理よ。ザムージュはおっさんだぞ。わかるけどよ。ねえ、ザムージュはおっさん。まさき、別に私は昔のことにこだわってるわけじゃないよ。ミオの実力じゃまじゃ。まだこれ、前の人がなんか おっさんでしたっけ。ねえ、あの敵が来てますけど。おっと、そうだった。トゥッティ、その話あってた。まずあいつらを叩く。そしてできればザムジードを取り返す。リカルド・シルベイラ。ねえ、なんか確か、ジュッテと一心同体になったブラジル人。そうなんだ。その辺ちょっといまいちうろ覚えですから。でも死んじゃったんですよね、確か。詳しくは魔装騎神の第一章やな。まあ魔装騎士もまあ順番来たらどうしましょうかね。やりますかね。寄せましょうか、でもこれ射程8でしたっけ。 1,2,3,4,5,6,7,8 1300 です。まあ一回下がらして、1,2,3,4,5,6,7 まあいいか。
倒すか。まさきの章ってどんぐらいなんですかね。何話ぐらいで終わりなんですかね。今10話だとして20話ぐらい、21ぐらい、21か。結構あるんですね。じゃあまだ半分も来てないんだ。まあ今んとこ詰まるね要素無改造でもまあないですけどね、これが後々どうなるか。分岐にもよるけど大体21になる。なるほど、ありがとうございます。まあささっと終わらせましょうか。てマップ兵器使いやがった。なんでいいじゃないですか。なんでそんな、何そんな、まるでなんかチートねみたいな、なんかそんな言い回しね。別にいいじゃないですかね。ギラトウが、全く帝王派。なんでいいじゃないですか。でもうざいし勝たしちゃいますか。こっちは、そういえばいつになったらやってくれるの？何よ？主人公機と書く主人公使わない縛り。誰もやるなんて言ってませんよ。っていうか、書く主人公、いや、できればね、そのスパルボイね、やるなら、あんまり、その、帝王がハマったロボットって何？ね、僕がハマったロボット、やっぱ、好きなみだけど、ね、ガンダムや、ザンボットやイデモン やっぱね、やっぱり富野系のあれが結構、影響受けてるとは思いますよ。ザンボットって70年代だぞ。いや別に何も70年代だからって別にね、そのザンボットにイデオンってなんで、だから別にね、スパロボで知ったあれですからね。え、いや、あれ結構なかなかね、結構ね、熱いっていうかね、作品ですよ。もちろんリアルタイムで見てたって意味だよな。なことじゃないですよ。だからスパロボで知ってね、後で見て、ああすごいなってね。
何歳だよ帝王。だから内緒ですって教えませんよ。そんなもんかな。ザンボットにイデオン好きならもちろんガンダムは V だよな。そう、単純に考えて80歳ぐらいか。なんで単純に考えたそうなるの。いや、なんだったらまあそれあれですよ。ダンバインも入れよう。ダンバインもね。ザンボットにイデオン、それってどちらも最悪な最後じゃないか。まあそういうね、最後だから逆にって感じる時もねあるわけだし、やっぱりねあれだけ人のね業の深さというかね、そういうの、ね、わだかまりをね捨てられない人の皆殺くしの殿の名を馳せた作品だからな。帝王派幸福より不幸を好む種族。いやだから不幸を知るから。もう黒トムって解明しよう。なんで、僕は別に黒トムじゃないし。誰だ。当たるかな。1200か、きついな。人の不幸に快感を得るタイプか。違いますよ。つまり黒帝王だろ。人の不幸、そう。黒トムかどうか。人の不幸っていうかそういうの見て。ね、現実でそういうことがね起こらないようにねしなきゃってね逆に考えるわけですよ。とのは富のを覚えました。じゃあガンダム X や08正体なんかクスでしょ。クソとまだ言いませんけど、フラノはフラノを覚えました。なんでフル、なんで富のを分かりますけど、なんでフラノなんですかね。北海道のフルフラノ、別に教育しなくてもいいと思うんですが、あと3機かめんどいな。これどうすんだ。これザムジートってどうすりゃいいの。これ倒せばいいのかな。いや10 1 2 3 4 5 6 7 8 9。念のためにやった。気が利くやろ。どうもありがとうございますね、気を利かせていただいて。あら、これどうなんだ。ここでこうでこうでこうだから、こう開いてんのか。これ何、ザムジートとミを接触させる必要とかあったりするとか、単純に倒せばいいんですかね。そういうのあんまりね全然攻略見てないから。あれ、あっち届くの。核でぶっ飛ばそう。ダメでしょ。はい、どうも。はい、178コメさんいらっしゃいませ。はい、スパロボ EX、 はい、今第10話やってます。どうなんでしょうね、これ壊しちゃっていいのかな。あれ、あ、切れて ND 切れか。畜生、どうしよう。誰であれしよう。いいのかな、倒しちゃって。てめえなんぞにザムジートが扱えるかよ。おうおう、元気のええ兄ちゃんやの。なんだこいつ、すげえトロイヤなまりだな。トロイヤと関西で何かつながりあるんですかね。おう、いいね。後のシュテドニアスの大統領ルートも。え、そんなのあんの。
あちゃやばいな、こいつは。ザムジード壊してもうたら、広角程度じゃすまんやろうな。しゃあない。撤退や。ちょっと、なんかあったよな。撤退やってどうしよう。帰っちゃおう。え、これ、殺したらどうなんでしょう。どうしよう。やっちゃっていいのかな。逃がすのと撤退させるので若干違いがある。まあ僕はこういうの逃がす性分はないんで、経験値いただきましょう。顔グラだけなら渋いおっさんなのに鉛が。間違えた、倒すのと逃がすのだ。ああ逃がすのと撤退か。倒しちゃっていいんですよね、別に。あざーすって、あじゃあじゃあやられてしもたかな。閉会じゃもろいな、このザムドゥイと。ちいいや、別に持って帰るわけにもいかんし、倒した方が間違いなく効果役でこいつは参ったな。倒した方は、あ、そうなの。あ、どうも、ノラクラさん、どうも、幸福ありがとうございます。はい、スパロボ EX やってます。で、こいつは何なの ?108 か。1,2,3,4,5,6,7,8 で届くのか。撤退されたらサイド敵として出てくる。撤退されたらサイド、そうなんだ。じゃあ倒して正解だったのかな。記憶が曖昧だから加入時期は変わらなかったかも。まあ別にですよ。まあ別に、特に別にやり込みというか、そんな完璧な攻略目指してないし、とりあえずね、クリアできればいいですから。別にちょっとぐらい戦力がね。どっちにしても帝王派ボコボコにされてほしい。誰に嫌ですよ。5500。まだ届くか。誰で倒そうかな。やっぱり低いやつを優先的に倒してあれするべきか。
あと息、どうしよう。来るまで待とうか。ここが8の車軸上。まあこれでビリバインって射程8、まあいいや、まあまあ突っ込もう。多分 EX ってないですよね、そのターン数でなんか変わるとか、そういった攻略要素っていうか、ね、そういうのあったらね、もうちょっと ガンガン突っ込んでたかもしれませんが、ないですか、じゃあいいや。あれ射程 6? 届かんのか。またマップ兵器かよ。いいじゃないですか。ね、敵をサクって倒すにはこれが一番ですからね。そんなにマップ兵器。お嫌いなんですか？え、嫌いじゃないですよ。むしろ愛着いや愛着はないかな。まあ弱い方ね、弱いやつは嫌いだからね。はい、どうも。そのことはやむの。うんこさん、はい、どうもいらっしゃいませ、こんばんは、いらっしゃいませ。はい、スパルボ EX の第10話、まあもうクリア目前ですが、サクッとやっちゃいましょう。
すごいな、ベスバーのクリ。でもニナに裏切られて銃で撃たれるから帝王破口に愛着があるそうです。えへへへ、うふう別に撃ったってかね。あれ、あ、そっか、いいのか。まあいいや。次どんなもんなんでしょう。ヒットポイントこいつ2万ぐらいかね。そんな感じですね。うん、X だっけ、うん、ベスバーがビームじゃないスパロボは。そうですね、はい、198コモさんいらっしゃいませ、うん、みたいですね、うん、ビーム兵器だけどね、ビームじゃない。逆に、え、EX だけなんですかね、うん、ね、ビーム兵器じゃない。まあ、なんか EX でもね、なんかビーム吸収みたいな敵キャラいるみたいですからね。まあそういう時に役に立つかもですが。削りたいですね。おーおーおお、いいね、いい削り、ナイス削り。こういうの当然とどめやこう持ちを。豪将軍が増えるバグがあった気がする。倒しちゃったかと思ったよ。ね、僕も思っちゃいましたけど、さすが聖戦士様ですね。ということで、まあしょうがない、こう思ってるから、うん、チャンスをあげましょう。さすがにね、これを落とし、メガビームキャノンの威力結構あるんだよな。まあこれを落とし、フラグかな。どうでしょう、さすがに67だったらさすがにダメージ削れるでしょ、いくらなんでもね、うん、裏切っても。何やねいや、まあ僕もね、だったら面白かったのにって、うんうん、トゥッティ、ザムジーダどうだ、今すぐ修理するのは無理ね、やりすぎたかしら。やりすぎちゃった、うん、まあいい、何がですか、まあいいや、フェイリ殿下のとこでな、修理もできるだろ、持っていこうぜ。フェイリ殿下の方はどうなったのかしら。ゲリ、通信を開いて。承知しました。X は装甲低いからな、うん、F だと弱い武器使うと結構銃出るんだよな。そうそう、ね、F でちょっと高いんですよね、装甲が全体的に。いや、トゥッティよくやってくれた、作戦は成功したようだね。マサキや協力してくれた皆さんにも感謝していると伝えておいてくれ。殿下、そちらの状況は、
敵は本体を襲撃されたので慌てて逃げ出して、あとはオートを奪還するのみだな。オートの来たガジェッタ山で合流しよう。 X は相当もそうだけど敵の攻撃力が高い、ね、高いですもんね。ガジェッタ山かあんまりいい思い出の場所じゃねえが、まあその代わりね、パイロットのね攻撃力の補正がまあ乗ってないですからね。ぶつくさ言ってないで早く行きましょう。ということで、うん、はい、第10話クリアしました、うん、ちょっとねもう45分しかないんでちょっと、うん、時間的に無理なんで今日はここで、はい、終了させていただきます。はい、いけるいける、無理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 なんで1話で1時間10分かってあと45分でもう1話いけるってことになるんですか。無理ですね。突っ込んだら余裕やろ。いや無理無理。あ、そう、は、うん、ごめんなさいね。いや、はじゃなくて、なんて読めばいいんですか、その211コムさん。寝ぼけるな。ね、寝ぼけるなじゃなくて、あの、7時から、はい、野球つくやります。無理です。そんなこと、器用なことできませんので。はい、じゃあ、1時間半ご視聴どうもありがとうございました。